I'm gonna be here.
皆さん、こんにちは。は充電時間を取り替えと申します。今日はですね、せっかくなので体験という話が出ておりますが、その前にちょっと茶踊りの説明をさせていただく と、私が持っている金色の玉、これは何だと思いますか？はい、そうですね、お月様です。で、じゃあですね、お月様を追って食べて闇夜にして雨を降らすという、五穀豊穣の踊りになっております。で、早速体験させろという話も出ておりますので、ですね、玉が1人と、蛇を持っている人10人おります。よかったら、県外から来られている方もいらっしゃって、最初よかったら県外から来られている方で蛇踊り体験したいなという方がいらっしゃいましたら、前の方にお願いします。いらっしゃいませんか？今日は控えめな方が多いようで、ですね、じゃあ、頭は、15キロぐらいあります。体は全部合わせて120キロぐらいなので、だいたい足があるところがちょっと重いですけど、大人の方だったら頭以外のところだったら頭のところでちょっと力がある方、今お一人出てこられました。よかったら好きなところに、お子さんの体験の2回目にやらせていただきたいと思いますので、最初によかったら、大人の方で体験したいという方がいらっしゃいましたら、どうぞ。結構お土産になるよ。すみません、英語ができなかった。どこでも、どこでも、どうぞ、お好きなところを持ってください。せっかくですのでですね、いいですよ、玉でも、大丈夫です。他にいらっしゃいませんか？頭はいいですか？女性でも大丈夫です。どうぞどうぞ。女性今2名来られています。うちのメンバー女性3名ですね。うちのメンバーも女性も持っております。大丈夫だと思います。どうぞどうぞ。あと、マサルさんの親戚の人よろしいですか？どうぞ。いいです。英語ができない。あと1人よかったら大丈夫ですか？あと1人。じゃあ、もう時間もあれですので、1回目の体験を始めさせていただきたいと思います。メンバーが、横について教えますが、ですね、基本的に右を振って上に上げて左を振ってまた上げる、その繰り返しです。で、前の人からタイミングを少しずらすと蛇がくねるように見えますので、よろしくお願いします。で、蛇の胴をくぐるところまでやってみたいと思います。ではよろしいでしょうか？で、蛇囃子いきます。はい、では、蛇を上げてください。最初は持ったまま一周ゆっくり歩きます。一周ゆっくり歩きます。一周目から蛇囃子が速くなったら小林に行きます。
はい、頭だけ抜けるとこれはジャガジャガ体がよじれてしまいます。で、よじれないようにするためにあの尻尾も入っていきますので、よかったらそこの場面も見ていただければと思います。いいですか？できるのか分かっていただけるんじゃないですか。はい、準備がいいですか？では準備いいですか？怪我をしないようにいきましょう。はい、ではジャバヤシお願いします。
よいやこのジャンプ体験楽しんでいただけましたでしょうか。最後までお付き合いいただきありがとうございました。さてこの後は2個の演奏をお届けしてまいります。そして最後のステージが中国変面ショーと続いてまいりますのでどうぞ楽しんでいかれてください。ではステージの方2個の準備をさせていただきます。